そうそう、はい、あの、何も気にしないで立ってください。気にしないですから。どういうこと？なんか、なんていうの、あの、はい、なんの、あの、普通にどうぞ。そういうのでもない。あの、普通に、あの、別に気にしていただいてもいいし、気にしなくても大丈夫です、どっちでも、はい、はい。大丈夫ですか？もらったビールのも、あ、そうだね。いい、いい、全然飲んでみて。3.5 も全然いってね。ありがとうございます。3.5 でもいいし、プレモルでも、週末の贅沢していただいて。はい、お久しぶりでした。お久しぶりです。はい。どんだけぶり？いや、本当にね。うん。あー、美味しい。うん。わー、美味しい。久々飲んだ。うん。美味しい。最後は？ダニラさんちに、まあ、引っ越す前に行ったのが最後でしたっけ、その後会いましたっけ、その後は、あの、京橋で一緒にご飯食べて。あ、そうだそうだそうだ、それが最後ですね。あ、そうだそうだ。去年？去年ですね。去年だっけ、うん、去年だったな。すごい、何品あるの？何品あるんですかね。1、2、3、4、5、6、7、8。これレバーです。おー。レバーです。おー。え、自分作るの？作りました。おー。全部、ローストビーフとかも。全部作りました。お店出しちゃった方がいいんじゃない？いやいや、ちょっと、ちょっと、あの、味確かめていただいて、はい、そう、それでちょっと。ね、さ、お店で食べるより美味しいから。そうそう。ちょっともうやだ、その。サラダからいただきます。はい、もう食べてください。いいですか、じゃあ。はいはいはい。食べたい。食べましょう、食べましょう。いただきます。これ、お皿はないじゃん。あ、じゃあちっちゃいのが。大丈夫。ごめんなさい。じゃあ食べます。いただきます。まいたけ、まいたけ。え、美味しそう。うん、うん、うま。うま。うん。え、大丈夫ですか？おいしい。なんだ？いいです。あの、全然、あの、正直に言っていただいて、全然いいです。全然。この、ドレッシングは何なのこれ？バルサミコとオリーブオイルのドレッシングを作って。コクがある。チーズ？あ、粉チーズで和えてる。うまっ。ベーコン。あと、ベーコンとキノコ炒めて。うん、おいしい。おいしい。本当ですか？麺を求めた方がいいんだよね。あ、そう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 。高級なお店は目をつぶる。ああ。美味しい。うん。結構ダイナさん好きなのかもしれない。そう、好き。ああ、よかった。うちもどっちかというとダイナさん濃いめなの。ああ、そうなんですね。うん。うちは全然薄め。はいはい。だけど、こういう、なんて言うんだろう。チーズっぽいお味付けとかね。ダイナさん大好き。ああ、よかった。美味しい。前だけ？前だけ。めちゃめちゃ美味しい。前だけめちゃめちゃ。しめじ。しめじ。味付けが、なんかこれ、あ、ん？もうちょっとこれ、そう、もう、しょうちゃんのこのレバーペーストを食べてほしい。ねえ、俺、レバー食べれない。こんなの作った人初めて見た。本当ですか？本当ですか？うん。なんですか？もう写真撮ってないじゃん。あ、やばいやばい。いつも撮る。日記用のね。いつもね、写真。日記とつけてるんですか？日記つけてんの？はい、チーズ。ダイナさん、乗せてるって日記。レバーペーストって手作りできんだ。知らなかった。うん、またパンももちもち。ねえ。ね、さっき焼き上がったばっかりなんで。そうなんだね。すごいね。本当ですか？いや、嬉しい。嬉しいです。これ、レバーペーストうまいわ。いや、嬉しい。瓶詰めにして売ればいいんじゃないか。気持ちしないよね。あ、確かにね。確かにこれお店で食べるより美味しいかもね。これ、うそ。ないと思う。いやー、嬉しいです、そんな。しかも、安いですからね。あ、そう。家でね、そうすると。うん。まあね。ちなみに今日の開業はおいくらなんですか？今日は、あの、ご招待なので、無料です。本当？そうです、そんな。あの、オープン記念日なんで。大丈夫ですか？笑いません。全然。え、もしこれさ、うん、なんだっけ、出張してほしい時とかってなんか、そしたら、あの、ちょっと、多そうなんで。すごい。嬉しい。めっちゃうま。すごいね。びっくりした。よかった。よかったね。うん。なんか、お料理チャンネルやれば。全然。でもなんか、お店できそうだね。お店やっちゃえば？やる？大変よ、大変。ほら、今回、経験者ね。いや、まあ、でも、二人とも経験者。もう僕ずっと飲食ない。現役で。今も飲食。まあ、現場はもうだいぶ離れてます。
なんか接客はいいけどね。うん。その多分裏方が大変。いや、そうそうそう。ね、そうだね。うん。あとは？え、あとオリーブもつけ、あの、どんなんだっけ？そう、自分で？そう、オリーブとニンニクと唐辛子でつけてる。そう。あ、でも、オリーブはどこか？好みのは、あ、まあ、あの日？じゃあ、違う違う違う。ねえ、ちょっともうや、もう本当に。あ、ちょっとダイナさんの悪いところですよ。それ食べたら、持ち、なんか、持ち上げすぎて。よくないところで。どうぞ、どうぞ。そうそうそう。見えないからいいじゃん。あのオリーブの日もしかして。違う違う違う。そう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 。どうですか？またちょっと違う？積み立てのオリーブって。広げるな。え、こんなの自分で味付けする人初めて見た。もうタッパにジップロックとかに入れて漬けとくだけですっごい美味しくなるんですよ、あの瓶のオリーブが。あの結構しょっぱいんだよね、買ってくるやつって。そうそうそう、ね、これが全然ない、しょっぱ、あの塩気が薄いっていうか、食べやすい。おつまみめっちゃ美味しい。うん、そうなの。わかる。この子は誰？これはりょうが作ったやつだね。なんていうの？これ何？まあ、なんだろうな。なんだろうな。マリネ。マリネかな？マリネっていうのかな？タコと、食べる食べる。トマトとアボカドも。チョップサラダみたいな感じだね。マリネって言ってます？はい。じゃないの？見たことある。これレストランだよ。うん、あるよね。うん。美味しい。美味しいぞ。あ、いいね。あの、これちょっと予想外なんですけど。ね。うん。美味しい。美味しい美味しい美味しい。オリーブオイルと、レモンジュースと、あと、まあ、塩コショウだけ。あと、もうそれで会えるだけ。ちょっちゃんがちょっと、垂らしちゃった。ちょっちゃんが垂らしちゃったんですけど、これは、あの、わさびドレッシング作って、また味付けが違うんだ。はい。サーモンの刺身。ちょっと待って、ちょっと待って、いただきます。え、しょうちゃん、なんか、ペース早くない？よくないかな。あ、ちょっと、あの、水も一緒に飲んでて。本当？何枚目？緊張しないために飲みすぎてない？違いますよ、違いますよ。普段からそんな感じ？いや、もう普段から。あ、ほんと？うん。いや、なんか普段どういうの食べてるか、ちょっと何もあったりがね、わかんない。超適当だから。超適当。え、家でご飯は作りますよね？自炊とかしてます？するするする。外食ばっかりじゃないんですよ。外食もあるけど、お肉ばっかりだね、一番。まず、昼はご飯食べるんだけど、夜はご飯、お米は食べないのね。ある一定の年齢からもやめたの。ああ、はい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 。だから。だからっていう理由で。で、朝と昼しか食べないんだよね、そういう炭水化物はね。だから昼は結構、なんじゃ、バーンってご飯と。しっかり食べて。で、夜は、つまみだよね。あと、お素材買ってきたりとか。ああ。おとなしい、この子。おとなしいね。うちらだけの時はめっちゃおとなしい。そう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 。かまってちゃんだから。そうそうそう。夜はすごいっす。なんか違う。夜はすごいんだけど。夜はすごい。何だ。暴れるの？暴れるね。暴れるね。シーズーでもめちゃくちゃ可愛い方だと思うんですね。親バカだけど。言ったらなんか可愛い。あれ、ダイナさんたちの猫は何歳くらいですか？今年で4歳。今年で4歳になる。あ、でもまだ若いですね。4歳になるんだけど、もう全然甘やかしまくってるからね。そんな甘やかしてるつもりはないんだけど。はいはい。なんか全然ちょっと成長しないんだよね。成長？精神年齢がね。一人はね。じゃあそれが心配なんだよね。甘えんぼすぎて。ああ。旅行とかでさ、行きづらくて、確かに今、一泊は今行けるようになったんだけど、2匹いるからね。はいはいはい。もうち、ダメでしょ？あ、うちは、隣が大家さんで、そうそうそう。預かってくれるんで。マジ？預かってくれるというか、うち、あのもう家、もう、来てくれて、散歩と、ご飯と、すごいね。
で、もともとなんかシーズーを飼ってたみたいで。あ、そうなので、ちょっと安心。そうそう。で、うちらが旅行行ってる時も、お孫さん連れて一緒に散歩してた。そう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 。ありがたい。ね、ちょっとね、なんていうの、ペットショップじゃないや。ペットホテル。うん、ペットホテル。ちょっと預けるの、ちょっと。いや、かわいそう。そう、そう、なんか狭いね。ね、ケージで、うん。安心は安心だけど、うん、なんかちょっとやっぱね、かわいそうだな。うん、閉じ込められてる感あるしね。じゃあ、まあいいよ、全然。じゃあ、一回も預けてないの？預けてないです。預けてないの？うん。一回はね、一緒に連れてってね。あ、そうそうそう。京都に連れてった。あ、本当？うん、新幹線で。はいはいはい。で、どれが一番美味しいですか？でも、本当に美味しいですか？そもそも。感動で言うと、正直、レバーペーストはかなり感動してる。うん、あ、本当ですか？よかった。こんなの食べれると思ってなかった。うん、いや、もう本当になんかもう、なんか、すごいハードル上げられたから、前日ね。だから、こっちもなんか値段つけてもらおうかなっていうぐらいで、ちょっと頑張って。いや、言ってたもんね。そうそうそう。もうこの際ね。もう、もう別に、もう、冗談とかないことないで。これ、ほんとすごいと思う。美味しい。いや、もうこれだね。うん。これが意外だった。なんか、ちょっとしたさ、こう、飾り物みたいな。イメージだったもん。うんうんうん。こんなに地味なのに。でもやっぱりね、手間がかかってる感じがする。味が。あとやっぱり、通常のレバーペーストもうちょっと硬いんだよね。ああ。ペットペタッとしてるしね。まあちょっと塗って食べたら割とお腹いっぱいになるし。うん。なんかこう、パクパクいくね、これ。ふわふわしてて。これさ、なんかこういうガラスのさ、こういう器にこう、ポンで持ったらもっと可愛いんだな。ああ、そう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 。ほっといてください。もったいないなと思ったら、見えないから。そうなの？あ、そっか、あ、そっか、そっか、この絵がね。そこ、こういうところにさ。そうしよう。確かに、確かに。そしたらさ、四方八方から見えるじゃん。確かにね。確かに。だってさ、前にさ、うちに遊びに来てくれた時なんてさ、もうとりあえず動画を撮る時にはさ、なんかお化粧してたじゃん、ちゃんと。ああ、ちゃんと見せたじゃん。最近してないの？全然してないね。まあ、ちょこっとだけ、部分は塗ってはいるけど。ちょっと待ってくださいとか言ってさ、ダメですとかいう感じだったじゃん、前は。なのにさ、もう、手もするし、白髪は取るし。どうなってんの？どうなってんの？まあね。なんかまあ、日常っていうのを見せときながら日常じゃないなって思ってはいたんですよね。前はね。前はね、前はファンタジーだったじゃん、ほとんど。そうそうそう。そうそうそう。だから、まあ日常じゃないな。寄せたんだ、日常に。まあ日常っていうか、まあ。素に。素。あ、じゃあ前は結構気使ってたの、やっぱそこは。やっぱ使ってましたよ。これはダメだよ。NG があるから、俺が喋ることないよとか。一緒一緒。なんでそんなこと言うの？なんかもう、なんか。編集しづらい。そうね、そう。一緒一緒。これ食べていい？これ、あ、これもう食べれるやつです。なんかもう YouTube しなくてもいい時代なのかなとは思ってますね。なんか、なんていうの、前はもっとガッチリガッチリみたいな、なんか短めの場所で編集に凝ってたとか、で、そういう時代でもないのかな。そうね。今はね。なんかしっかりやってる YouTube もそんなに見ないというか、その、企画をしっかりやってるのはあんま、まあまあやってるとこもあるかもしれないけど、まあそういうのもないかなって、そういう時代なのかなって思いますね。なんか、あれよね。まあ、なんか自分で言うのもあれだけど、だから普段面白くねみたいなことをちょっと思い始めた。だってダイナさんとかもそうじゃないですか。そうそうそう。普段から。ダイナさんはそうですね。そう。本当？そうっすよ。言って。いや、だからどこまで言っていいか悪いの。ダイナさん、すごい、綺麗系だったじゃないですか、もともと。そうですね。最初に。いや、でも、俺らは、もともとの、この面白いダイナさんを知ってたから、え、もったいない。ないっていうふうに。そうそうそう。もったいない。そのままで素敵じゃないですかっていうふうに言ってたし。ダイナチャンネルの高橋さんです。今日のテーマは、やってた。別人だね、今考えたらね。別人。今なんかスウェットでね、なんかノーメイクで、へぇーとか言ってたら。でもその方がもう、自分も楽だし、楽しくないですか？うん。だからそのダイナさんが今回、なんか、
やってくるかなって思ったんです。なんか、動画、なんかどこから撮っていいかって聞いてくれたから、あ、どこからでも大丈夫ですよって言って、もしかしたら、寝室チェックとかされるのかなって思ったんです、ダイナさん。この性格、この性格だから。そうそうそう。だから、もう、なんでも大丈夫ですよ。なんでもいけるよと思ってました。オタク訪問。バズバズ。あ、違う。そんぐらいかなって思ってたから。あ、そうなんだ。そう。いや、でも、全然。突然さ、今回さ、動画も撮りたいって言ってくれるようになったのがさ、なんで？前回はさ、なんかうちのチャンネルはちょっとみたいな感じでさ、なんかお高く止まってたじゃん。そんなことないですよ。捉え方悪い。見てる人がそうなのってなっちゃうじゃないですか。やめてくださいよ。私はまあ、そっちのチャンネルはいいけど、あ、うちは大丈夫ですみたいなさ、いう感じだったじゃん、あの時。そんなことないって言ってるでしょ。そんなことないけど。私の記憶は確かです。ダイナさんは、ダイナさんはそう受け取ったのね。ああ、うん。ちょっと、あ、寂しかったの？寂しいというか、もう学校止まっちゃってさ、みたいな。そんなことない。思ってないけど。うん。そうか、と思って。え、翔ちゃんでしょと思って。まあまあ、そうそう、どうせ翔ちゃん。どうせ翔ちゃんでしょ。うん。まあ、プロデューサーだから翔ちゃん。違う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 。前は、その、なんていうの？まあ、狭かった、家が。だから、うちに来させることはできないなと思ってたんです。前の家はね。で、今引っ越しました。で、ある程度人呼びます。で、その、まあ、いろいろあって、その、YouTube 休んでた時期もあったし、で、復活して、で、まあ、ある程度何、いろいろ落ち着いて、YouTube 再開して、で、なんか、まあ、せっかくだし、いろんな人と話したいなっていうあれですよ。企画ものをね。あれって何？え、なんだ、話したいな。余裕ができたのかもしれない。翔ちゃんに。前みたいに企画じゃなくて、もう食べたり飲んだりしながら、もうくだらないこと喋るっていう感じに変えたから、多分他、もういろいろ考えなくてよくなったし、なんかその、コラボするときにやっぱり、考えてたじゃないですか、もともとは。企画とか。うん。だから、そうだね。うん。で、このスタイルも、見てくれてる方は受け入れてくれてるし、あ、これでもいいんだって言ったらあれだけど、別になんか頑張んなくていいんだっていうふうに思えたから、うん。うん、っていうのがあれですね。なるほどね。よかった。まあちょっとやめてたのもそういうね、いろいろ、ね、大変だったってのもあったしね、言ってたよね、そうですね。じゃあ、一皮も二皮も剥けたのね。そうなんですかね。なんか綺麗ぶらなくなったよね。そうですかね。うん。人には言いつつ、もう自分が綺麗ぶるから。ダイナさん、そのままの方がいいですよ。確かに。人には言えるんですよ。人には言えるんですよ。そうそうそう。そう。一緒のタイプだと思うよ。一緒だよ、ダイナさん。自分に甘いタイプ。ダイナさん自分にめちゃめちゃ甘いからね。だってさ、誰が自分に甘やかせるの？そうそうそう、その理論です。